こんにちは、京成北総チャンネルです。今回は初めて関東鉄道に乗った動画をお届けします。まずは龍ヶ崎線からお撮りします。ここは龍ヶ崎市です。龍ヶ崎線は距離が短い電車でございます。それでは早速乗っていきましょう。駅構内はこんな感じです。上総線では自動改札機なんですが、ここは無人駅なんですかね、わかりませんが、でも龍ヶ崎までは230円です。では乗っていきましょう。今回は龍ヶ崎線はこの車両でございます。優先席も赤色ですね。車内はまるで小湊鉄道のようです。ここ佐紀駅ではなく讃岐でしたね。初めて知った駅、すごい駅ですね。なんと関東鉄道はこんな素晴らしい電車だったとは思いませんでした。もちろん関東鉄道は始発駅では発車メロディーが鳴り、途中駅では鳴りません。周りに囲まれたこの風景、皆さんもぜひご堪能あってください。
ここが龍ヶ崎駅ですね。これが本駅だったとは思いませんでした。次の電車は常総線でも使われている車両が讃岐に戻るようです。そのため
改札出て入った後、申し訳ないんですけど、振り返り作業中は改札出ていただけますか。次の動画もぜひお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。